放置してる自転車を取りに駅の駐輪場に来たよ。20分も歩いた。おかえりなさい。うぃー、家から来たが。戻ってれば見つかるかな。こんなに頻繁にアクシデントに見舞われてたら嘘ついてると思われちゃう。あっ、あったー、駐輪場窓。もう家帰ろう。自転車で転んだっぽい感じで、おばあさんが道で倒れてて。あったった。大丈夫ですか？すでに男の人3人がかりで助けてて、電話とかしてたので。4人目は多いな。うん、と思って無言で横を通り過ぎました。この罪悪感が少しは薄れたのかな。ハンバーガーちゃん絵日記。シロナワールの大きい方。はい、大きい方。さーて、今日やらないといけないことをまとめるか。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。